来ましたよ、森道ラップバトル。1年ぶり、久しぶり。俺が真実の言葉のみを吐く。ライムとライムがぶつかり合いスパークする。ここはまさに戦場。もうボーイズライフに延長戦はない、ワンナイ。一晩で俺が決めるぜ、スクリット。お前らちょっと歓声が少ねえぞ。Hey yo DJ、 そこでツータテッポーとしてんなら俺のために回せよ、ツータンテッポー。 Yeah OK、 じゃあ最初の試合早速いきたいと思います。第1回戦紹介します。愛知が誇るロックスター、シックスアイズ土屋力。おお、対するはコトナ鈴木陽一レモン。アホドアホ。俺の、うわー、これすごいわ、これはすごい。それじゃあ先攻鈴木陽一レモン、高校シックサイズ土屋力で1本目8小節2ターンいきたいと思います。いきましょう。じゃあビートいきます。レディースファイト。当たり障りのねえラップ、ご苦労さん。後ろ中にひげ生やしゃ、上下逆にしたって顔に見えるぐらい無個性。てめえの母ちゃん、二十歳の頃は股を開きゃ男が置いてまいる。おい、名もなきセックスから生まれたかわいそうなやつ。これを見せるのはいいけど、母ちゃんにするとやばいぜ。俺を怒らせたらどうなるか、答えをこの目見せてやる。なんか無個性とか言ってたけど、俺はなんと酸っぱいもの。とてもお前に酸っぱい思いさせてやるよ。いけ、うまいよ。一生懸命ラップやっとくと悪いけど、てめえラップの入り口ソールドアウトだろ。ダサすぎんだよ、その当時のダサさがにじみ出て。てめえ、証拠見せるっつって、チンコ見せるくらいの度量あるんか。機関車トーマスみたいな顔してやがって。終了。熱いっすね、回転から。熱い。じゃあ早速、チャーチの方に行きたいと思います。観戦お願いしますよ。こんなんで決めれ。先行、鈴木陽一レモン。高校シックサイズ土屋力。まずこれくらいの口。俺は森道で呂布カルマ飛騨馬にする。力さんまだ決まってない、まだ決まってない。それでは審査員の方に勝利いただきます。全員一斉にいきますか。じゃあせーのでドン。高校、先攻高校、4対1でシックサイズ土屋力。女の理解を得れない土屋力。